第二次モハーチの戦い、または、ハルサニサンの戦いは1687年8月12日、オスマン帝国の大最小サルスレーマンパシャ率いる、オスマン軍とロレーヌコシャルル5世率いる、新生ローマ帝国軍の間の戦闘。結果は、オスマン軍の大敗だった。大トルコ戦争は1683年7月、オスマン軍によるウィーン攻撃で始まった。しかし、 この第二次ウィーン包囲は9月12日に、ポーランドオーヤン三世率いる、ポーランドリトアニア共和国軍と新生ローマ帝国の連合軍によって破られた。1683年9月以降、戦争の主導権は帝国軍に移った。その後の数年間、ロレーヌコシャルル五世率いる帝国軍は、オスマン軍を後退させ、エステルゴム、バーチ、ペシュトなど多くの要塞を奪還した。 ブダ包囲戦の後は、王領ハンガリーの元の首都であるブダを包囲して落とした。1686年末には、オスマン帝国が和平を打診したが、ハンガリー全体を征服する好機であると見た、神聖ローマ帝国は和平を断った。1687年4月、ウィーンの宮廷では、さらなる軍事行動が決定された。シャルル5世率いる、本軍約4万は、 ドナウ川に沿って進み、ドラバ川ンのオシエクまで進軍する一方、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン二世イエマヌエル率いる別動隊2万人は、ティサ川に沿って進み、ソルノク、続いてペトルバラディンへ進軍した。7月中旬、二人はドナウ川で合流、オシエクまで進んだ。一方、オスマン帝国の大宰相サルスレーマンパシャ率いるオスマン軍約6万は、 教えくにあるドラバ川の渡河天の前に布陣し、陣地を要塞化した。神聖ローマ帝国軍が到着すると、両軍は川の両岸にそれぞれ布陣して睨み合ったが、7月末には帝国軍が貸しで共闘法確保、戦列を形成してオスマン軍を挑発した。しかし、オスマン軍は積極策に出ず、ドラバ川の石、橋や貸を砲撃するにとどめて自重した。 シャルル5世は要塞化した陣地を出てこない、オスマン軍への攻撃は不可能だと考え、数日後に共闘法を放棄した。この行動は、シャルル5世の部下からも、皇帝レオポルト1世からも批判された。一方の大宰相は、帝国軍が戦意を喪失したと考えて、追跡を命じ、8月の初めには巧妙な皇軍で、帝国軍をモハーチへ追い返すことに成功した。 近くのダルダには、オスマン軍の要塞化した陣地があるが、密林でうまく遮蔽されたため帝国軍は気づかず、シャルル・五世は、オスマン軍が近くにいることを、全く予想しなかった。8月12日朝、シャルル・五世は、シクローシュの位置とその土地の硬さにより、戦場として適していると考え、そこへの移動を決定した。これにより、 帝国軍右翼は西へ移動し始め、密林地帯に突入した。大宰相は、後期到来と考え、全軍で帝国軍左翼へ攻撃することを命じた。バイエルン戦抵抗、マクシミリアン2世イエマヌエル率いる、帝国軍左翼はまだ行軍を開始しておらず、計画では右翼に続いて西へ移動する予定だった。オスマン軍は、ナジハルサニと近くのナジハルサニさんで、 帝国軍を捕捉した。オスマン軍のスイーパーヒーキ兵隊8000人は左から帝国軍の側面を攻撃しようとした。マクシミリアン2世はすぐさまに自軍が危機に陥ったことをシャルル5世に知らせた。命令はすぐに下され、マクシミリアン2世の軍は人数が倍のオスマン軍の攻撃から身を守るよう布陣した。帝国軍は踏ん張り、 エネアシルビオピッコローミニ将軍とその騎兵連隊の一部は反撃に成功、スイパー比騎兵の進軍を止めた。大宰将は予想外の激しい抵抗に驚き、オスマン軍の攻撃停止を命じた。砲兵は帝国軍への攻撃を続けたが、不評と騎兵はそのまま止まるよう命じられ、また不評には要塞の後ろで守備につくよう命じられた。オスマン軍の行動の鈍さにより、 帝国軍右翼は元の位置へ戻る時間を得た。シャルル5世は守備につくことを考え、もしそのように行動した場合には、戦況が膠着に陥る可能性があった。しかし、主導権を握るために、マクシミリアン2世とバーデン・バーデン編脅迫、ルートビヒビルヘルムは、シャルル5世を説得して、大規模な反撃命令を下した。15時に、 反撃の準備が整ったが、対する大宰相もイエニチェリの指揮官テキルダール、ムスタファ・バッシャと共に攻撃を再度仕掛けることにした。イエニチェリが正面で攻撃する一方、スイーパーヒーは、今度も、側面攻撃を仕掛けようとした。ルートビヒビル・ヘルムは、不評中隊で攻撃を食い止めることに、成功。続いて、オスマン軍が、まだ完成していない、守備の陣形を攻撃した。 この浸透攻撃の最前列には、ジャンルイド・ビュッシー・ラビュタンとプリンツ・オイゲン・両将軍、率いる部隊がいた。オスマン軍の騎兵は、帝国軍の側が斜面で、馬が進むには困難だったことから、下馬しなければならず、結果的には、オスマン軍の攻撃も守備も失敗、オスマン軍は逃げるように撤退した。戦闘は、オスマン軍の大敗に終わった。戦闘を通して、帝国軍では、 主に戦ったのが左翼だった。右翼は前方に密林があったため攻撃ができなかったのだった。それでも右翼から密林を素通りしてオスマン軍を移動、撤退させようとしたが右翼の渋滞は密林の行軍中に道に迷った。帝国軍の損害は600人と緊張だった。オスマン軍は約1万人が死亡、ほとんどの大砲が失われ、多くの装備も失われた。 大宰相が指揮に使う豪華なテントとオスマン軍機160本は帝国軍の手に落ちた。マクシミリアン2世に与えられた戦利品は200万キングカート以上の価値があったと記録されている。戦闘の後、オスマン帝国は危機に陥った。オスマン軍は反乱し、大宰相ル・スレーマンパッシャは軍に殺害されることを恐れて逃亡した。 敗戦と反乱の知らせが9月の初めに、イスタンブールに届くと、アバザシアブシュパシャ2世が、指揮官と大宰相に任命されたが、彼が指揮を正式に引き継ぐ前に、オスマン軍は解体、イエニチェリやスイパーヒーが続々とイスタンブールの基地へと、戻ってきた。大宰相のイスタンブールにおける殺章もおじけづいて、隠れた。サルスレーマンパシャは処刑された。スルタンのメフメト4世は、 ボスポラス海峡における指揮官のキョプリルファズルムスタファパシャを大宰相のイスタンブールにおける摂政に任命した。彼は上級官僚や軍の首脳部に相談した後、1687年11月8日にメフメト4世を敗位、ハイスレーマン2世を即位させた。オスマン軍の解体により、帝国軍は、オシエク、ペトロバラリン、スレムスキカルロブツイ、イロク、 バルポボ、ポジェガ、パロタ、エゲルなど広大な領土を征服することができ、ゲンスラボニアとトランシルバニアの大半が帝国領となった。1687年12月9日、プレスブルクで議会が開催され、ヨーゼフ大公が初代世襲ハンガリー王として退官した。その後は神聖ローマ皇帝がハンガリー王を兼任すると定められた。オスマン帝国の行政は1年間麻痺し、 帝国軍はベオグラードを包囲するなどバルカン半島を奥深くまで進行した。ありがとうございます。